とこっちだな。こっち体験してみよう。体験。あ、これは、あ、押しっぱなしね。待って。じゃあまずモンスター召喚。まず9。これ9。これが9。W。え、E が押しっぱなし？あー、はいはい。マカン。あ、リフリーズ。もういっちゃう。解除。敵を倒し、古代のオーラを貯めた後、ジェットボタン。んじゃ。X で古代精霊を選択して、Z キーで使用できます。なので、やってみようか。敵をいっぱい倒せばいいんだけど。ジェットボタンを押して、おお、X で、あ、これで変えられるんだね。あー、で、Z で使う。あー、なるほどなるほど。待ってもう一回。マックスかな？これマックスか。ボス召喚。で、X で、Z で。こんな感じか。
カーンってできるのね。これサモナー。次バード、バード、バード、バードやってみよう。これは押し出す R。あ、これ回復だよね。回復。バード楽しむの。バードも楽しそうだね。楽しいかも、私的には。うん、なんかバラの方が楽しいかもな。溜まったらなんかね、敵を攻撃し、このゲージが溜まったら、Z でパーティーの攻撃力を上げる。ああ。X で、ヒットポイント最大14、18、24秒間、あ、最大値、最大ヒットポイントを上げるんだ。バードのがまんま。やっほー、ペニオさんだまー。ダダダダ、あ、すごい。ペニオ、あ、本当はローダじゃないんですね。あ、うん、やってる、実際にやってます。がいいんだろうな。最初これで近寄せな敵を近づかせないで2をやって奥系なのかな、この感じのが。
攻撃力も反撃。これが攻撃。通常攻撃。これが Q。ダブル。これがダブル。継続ダメージだね。これが Q でしょ。ダブルで当たってる敵はスローかかるから E で。PVP では多分こんな感じで引いて近づかせないようにして攻撃するとか、こんな感じかな。面白いかもしれない。いい、先にいいのがいいな。発生が早いから。ここでいいやってダブル引く。いいやってダブル引く。いいやってからダブル引く。で攻撃？攻撃する？この方がいいかも。もう一回行く。敵が来たら E でやってダブル引いて動きを止める間に そうだね、これかも。 E やってダブル引いて Q やってこういうのもいいよね。もう普通にあれか、いいやってもう クルダウンがあるからな。いいやってもう何やって、何やって、 S EWA の意味、あ、違う、 EWS パーキキンクだよな。何やってF でもいいね。これ自体攻撃力あるのかな。もう一回出るか。いいやっけ、もう F。 いいやっけ、ダブル Q R。 ダブル、ダブルやって、Q やって。こうあれば近づかない？近づけない？使う順番によってあれか。いいやって、ダブルやって。こうやっとけば。
EWEWEWF でもいいの。あ、おはようございます。あ、はよう。いや、まだね、始まってないんですよ。始まってないんですよ。まだね、本当はできないんですよ。まだ。運命は決めました。いつも支え